兄貴、もうカムロ町へ。ああ、行こう。わかりました。行きましょう。ユータ、まずはセレナに行くぞ。アジア街に行くならハルトは連れて行けない。伊達さんに安全なとこでかくまってもらう。ええ。ハルト君、久しぶり。ママ、また面倒かけることになりそうだ。伊達さんは？あの人に用ならすぐ呼ぶけど。ああ、頼む。ハルトを伊達さんに少し預かっててもらいたいんだ。できたらこの店以外のどこかで。え？もしかしたらハルトを狙う奴が襲ってくるかもしれない。あ、わかった。ちょっと待ってて。こいつがハルカとな。でもよ、本当にこいつなのか？俺だとなんかまずいんすか？ハルカのことはガキの頃から知ってるんだな。広島の若いヤクザとそんな風になるなんて思ってもみなかった。おまけに俺は中国マフィアのボスの子ですよ。分かったよ。キリュウが何も言わねえのに俺が愚痴ってもしょうがねえやな。っていうかキリュウ、お前はいいのかよ？俺はもうこいつの鼻がもげるほど殴ってやったんだ。なんで、やっぱりそうだったのか。伊達さん、ハルトの保護頼めるか？ああ、なんとかする。そっちは任せてくれ。それよりカムロ町で動きがあったぜ。尾道から岩見恒夫が出てきてるぞ。何？いつこっちに？昨日、東条会の本部で菅井と会ってるようだ。他にも陽明連合会の極道らしいのもカムロ町に集まってきてたな。そのせいかアジア街の採用会もピリピリしてる。嵐の前の静けさって感じだ。岩見恒夫はカムロ町に何しに来た？前にお前から聞いた小清水と染谷の杯は流れたって話だったんだが、またそれを仕切り直しに来たのかもしれん。兄貴、詳しいことはわからない。ああ、じゃあ俺ちょっと電話してみます。うちの親父さんならなんか知ってるかも。兄貴、ハルトのこといいすか？ああ。なあキリュウ、採用会と成し付けるっつっても今ってのはタイミングとしては最悪だぜ。アジア外の警戒レベルはかなり高くなってんだ。もう少し待てねえのか？そうも言ってられねえさ。半巡儀に増す上、どんどん死人が増えてんだ。おい、あいつ戻ってこねえな。電話まだ終わらねえのか？ユータ。こいつはユータの。どうした、キリュウ？ユータがいない。どこかへ消えた。消えたって、おい、まさかあいつ一人でアジア街に？わからねえ。
ったのさ。悪いがハルトを頼む。あ、你们都知道我是谁，对吧？我来见我老子。如果他不在，我可以等。把两手张开。别碰我！现在找我。没酒就没法子跟老爹说话。よう、クソ親父、一杯付き合えよ。くっちゃもしもし兄貴、南雲ですわ。そばに雄太おりますか？どうした？遺書が事務所に、雄太の遺書が事務所に置いてあったんじゃ。何？ゴミ箱に入っとったもんで気づかんかったんじゃ。
兄貴、あいつ死ぬ気じゃ。ローと差し違えて坊ちゃんを守ろうとするんじゃ。後で電話する。Ah!
待て、その先には行くな。ロウもここにいるんだな。ユータはどうなった？あのガキが火をつけたんだぞ。あのガキが。ユータはこの奥だな。さっさと逃げろ。こんなとこで焼け死にたくねえんならな。詳しくなったもんでしょう。兄貴のおかげで随分修羅場をくぐってきましたからね。最初からロウと二人で死ぬ気だったのか、ユータ。そんなんで全部解決するとでも思ったのか。あいにくですけど、ロウと俺が死にさえすればもうハルトを狙う奴はいなくなります。全部解決ですよな。どうせ私が何を言っても聞く気はないのだろう。まあね。よう、クソ親父、一杯付き合えよ。どうやら全てを知ったようだな。あんたがハルトを始末しようとしてることも全部な。それをゲロった舛添はあんたがやったんじゃねえの？舛添が死んだ。それでお前はここに何をしに来た？だから言ったじゃないの、あんたに一杯付き合ってもらいてえって。ガソリンか。あんたら最妖怪には俺の子供ハルトの子供すっぱり諦めてもらう。俺はあんたの後継者なんてもんには死んでもならないよ。だから私を殺し自分も死ぬか。短絡的に過ぎるな。私との交渉次第では自分も助かる選択肢がどこかにあるはずだ。交渉しに来たんじゃねえよ。頭使うのは苦手でね。俺にできんのはせいぜい自分のガキのために命張ることだけだ。心中に付き合う必要はねえ。
前が死んだらハルトはどうなる。もう誰にも狙われなくなりますよ。俺もローも死ねば最妖怪の跡目はまっさらに仕切り直しです。他になりたい奴らが殺し合いでも何でもして勝手に新しい跡目決めるでしょう。そんなこと聞いてんじゃねえ。ハルト、父親のいねえ子供にする気かって聞いてんだ。これが俺の最後の頼みです、兄貴。ハルトとハルカちゃんは兄貴に頼めませんか。だって俺みてえなガキよりあの二人もその方がずっと。聞いた風なことを言うんじゃねえ。お前を死なすわけにはいかねえ。全員でここを出る。余計なことしねえでくれ兄貴。ハルトのためにはこうするしかねえんだ。なら俺は力ずくでもお前をここから連れ出すだけだ。どうしても邪魔するってんなら俺もあんたを追い出すしかねえ。力ずくでもです。俺はここを死に場所と決めたんですよ。男が腹くくって考えに考えて覚悟して今ここにいるんだ。たとえ兄貴にだってそれを止めるなんてできるもんじゃねえ。命の価値を自分勝手に決めてんじゃねえ。一発の口を聞くな。言うて！行くぞ！
皮肉だな、最妖怪の血の掟きてが息子を私への最悪の資格へと変えてしまった、うん、ふざけたことを言うな。あんたがこいつをどの面下げて息子と呼べる。その通りだな。我々最妖怪は血の結束を過信して結局全てを失ってしまったようだ。私が赤ん坊に殺意を持ったとお前が知った時に全ては終わっていた。お前はたとえ殺されても最妖怪を継がんだろう。ならもうハルトには手を出さねえか。あいつを二度と狙わねえのか。ああ、最妖怪の総帥として約束する。赤ん坊にもお前にも我々が手出しすることは二度とない。だが一つだけ言っておく。ユータを私と差し違えるように仕向けたのは私を殺そうとするある男の意志だ。何の話だ。その男の目的は尾道の秘密を守ることにある。私は尾道の秘密を暴けるただ一人の生き残りなんでな。何？そのある男は陽明連合会のクルスに命じられ、古くから秘密を守るための殺し屋として多くの人間を手にかけてきた。そして今我々最妖怪の血の掟きてを逆手に取り、ユータが私に殺意を持つようそそのかした。どうだ、心当たりの人物が思い浮かばないか。まさかそのある男ってのは
ヒロセの親父さん。そうだ。バカな。それじゃああの親分がユータを道具に使ったってのか。あれはアジア街を手にした私が息子のジミーローを殺された後のことだ。クルスは尾道の秘密を知る私に日本を撤退するよう迫ってきた。その使いで私の前に現れたのがあの広瀬という男だった。悪いね、時間取ってもらっちゃって。広瀬さんだったか。あんたもおじいちゃんなんだ。孫の顔を一目見たいだろうと思って連れてきてやったよ。あなたの目的は私に孫を見せることじゃないだろう。尾道の秘密の件では。話が早くていいね。本当はあんたを殺しちゃ手っ取り早くて済むんだけどな。でもうちのクルス会長はあんたらが日本を撤退すりゃそれでいいってさ。あの人も俺ももう血は見飽きてんだ。我々採用会はすでにアジア外に莫大な投資を済ませている。だがその回収はまだ済んでない。撤退する気はねえってことか。そして何よりクルスの息子は我々の後継者であるジミーローを殺した。ビジネスとしても人の親としても私にはあなた方の要求を聞く道理がない。そう言うと思ってね。あんたにはいい条件持ってきたよ。なんだ、その赤ん坊を目の前で殺すとでも言うのか。宇佐美優太をあんたにくれてやる。あいつには西洋会の後継者になるよう俺から説得してやる。それでどうだ。この条件で飲めねえっつうなら優太に全部話しまうけどな。この赤ん坊があいつの子で、あんたがそれを始末しようとしてることも全部さ。そうなりゃあいつはあんたの後継者には死んでもならない。あんたらの組織が一番大事にしている血のつながりが途絶えてしまうな。それでもいいかい。その赤ん坊はどうする。俺が面倒見させてもらうよ。永遠にこの子の存在は雄太から隠し通してやる。私としてはここで赤ん坊もろともあなたの口を封じるという手もある。やってみるかい。その時は真っ先にあんたが死ぬよ。それに手下ども同じようにか道連れにさせてもらうわ。ふん、それは大げさだ。そばに控えている部下たちは全員銃を持っている。俺にできねえと思うか。クルスのもとにまだあなたのような男がいたとはな。俺の隠れ家の周りでうろついてるあんたの手下な、立川と松戸へすぐ引き上げさせろよ。それと西洋会の神室町撤退には一月だけ時間やる。尾道の秘密はさ、あれ守るために俺何人もぶっ殺してきたんだ。そんな中には俺を可愛がってくれた兄貴分もいてね。もしあんたに秘密ばらされたら兄貴たちが浮かばれねえんだよ。
傍から見れば不思議に見えただろう。私は100人を超える部下に守られながら、たった一人の老人を相手にその要求を丸呑みさせられた。広瀬との交渉を終えた私は、まず増添と達川へ出していた赤ん坊の殺害命令を撤回しようとした。だがすでに石見恒雄へ寝返っていた達川は連絡を断ち、そしてカムロ町のあの引き逃げ事故が起きた。赤ん坊は広瀬の手を離れ、広瀬は自分が我々への交渉材料を失ったと感じたはずだ。そうなると尾道の秘密を守るためにあの男が取るべき道は、私の殺害以外にない。それで広瀬の親分が雄太をあんたに差し向けた。信じられないか。ではあなた方に赤ん坊が雄太の子供だと告げたのは誰だ。宇佐美雄太。増添や達川が赤ん坊の命を狙ったことを明かしたのは、そしておそらく殺されたという増添は広瀬にとって用済みだったんだろうな。老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。極道が長生きをするといろいろなものに縛られる。私は組織の知能を着て、そしてクルスと広瀬は尾道の秘密。そのために広瀬は自分の組の子分だった雄太を捨て駒にするまでになり下がった。信じられるかよそんなこと。おやっさんがそんなバカな。それを確かめる方法が一つだけある。なんだ。尾道の秘密を暴くこと。広島の老人たちはそれを阻止するために本性を現すはずだ。ただしもしあなた方にそれを目の当たりにする覚悟があるならの話だがな。尾道には決して起こしてはならない秘密が眠っている。
しかし宇佐美雄太が牢を仕留め損ねた以上、牢は必ず秘密を暴こうとする。70年守り続けてきた秘密が今になってさらされるわけですか。尾道の秘密は私の血であり肉であった男たちの犠牲の上に守られてきた。そうだろう。そしてこの先も守り続けるためにはまた新しい犠牲が必要になった。やってくれるか、広瀬。ボスが火事乱闘騒ぎの後姿消したってんで、採用会はパニック状態だ。連中はボスが誘拐されたと思ってる。それがこの店にいると知れりゃ何が起きたっておかしかね。分かっている。俺もそこまで長居できるとは思ってない。だが牢にはまだ聞かなきゃならねえことがあるんだ。吉米，这就是你弟弟。可爱吗？嗯。但是，你们必须今天道别。为什么？因为，这孩子，只是我们郎家的保险。吉米，你要好好记住，这是我们领导济汪会这个组织的宿命。为了维护组织，就算是自己的亲骨肉，也必须舍去。您说什么？你要记住，只有你是我的儿子。老弟，喂，老弟，你在听吗？为什么不准我们进出日本？你只要准我和 H， 我们现在就能把那些被暴对法给绑紧的日本黑帮一网打尽。老弟，你给我个机会吧。你还没完吗？不行就是不行，济汪会不可侵犯日本，我们已经同意扬名联合会了。难道跟日本向下一个小小组织的约定会比咱们自己组织的发展更重要吗？对，就是那么重要。你难道不懂对组织首领的礼貌吗？老弟，不，老大，你也知道现在济汪会的状况很苦，警察到处检举贪污罪，咱们已经无法在中国国内赚钱了。但济汪会从以前就把黑孩子给送进日本，现在都已经打好打进日本的底子了，为什么不动手？给我个机会吧，老弟，我绝对可以支配东京。你怎么支配？东京有个东城会守着，就算
暴队法绑紧了他们，那群黑帮不会白白的把他们的领地给你。那咱们再利用阳明联合会就好，只要利用那叫什么的伪道的秘密来强迫克鲁斯听话就没事了。你把那秘密告诉我，我再来让克鲁斯把我跟艾带进神事亭里，到这地步我们就能简单的掌握那条街。太短见了，克鲁斯哪会那么简单听你的？他当然听我的，连接受黑孩子这种没利益的事他都做这么久了，那伪道的秘密对他来说就是那么重要，不对吗？我小时你跟我说过，为了维护组织，就算是自己的亲骨肉也必须舍去。吉米，现在就是舍去阳明联合会的时候，给我个机会，告诉我伪道的秘密是什么吧，老爹。的确必须告诉你一个秘密。什么？我们已不能用伪道的秘密来威胁库鲁斯，因为我お前が治療してくれたのか。親切心じゃねえよ。目の前で死なれちゃ気分悪いからな。それだけだ。そうか。兄貴、ローが気がつきました。大丈夫か、ロー。世話をかけたようだな。悪いがあまり時間がない。アジア街での話の続きが聞きたいんだ。話せるか。なあ。また。その前に一つだけ。俺はデカだ。あんたの話に犯罪に関わることがあれば見逃せない。それについちゃお前もだ、キリュウ。分かってるな。伊達さんは伊達さんの判断で動いてくれて構わない。俺もローも無条件に従う。ロー、あんたもそれでいいな。今さら何かを隠し立てして逃げ延びようとは思っていない。分かった。それじゃあロー、あんたたち西洋会が日本に来た経緯、そして東条会との抗争の理由、そしてその根底にある尾道の秘密とは一体何なのか教えてくれ。まず尾道の秘密についてだが、私はその真相を知らない。なんだって？それじゃ話がめちゃくちゃじゃねえか。兄貴、やっぱこんな男信用しちゃいけませんよ。広瀬のおやっさんはめようとして話でっち上げようとしてんだ。落ち着け、ユータ。話を続けてくれ。尾道の秘密とは、西洋会の先代である私の父親とクルス・タケルとの間でやり取りされたある計画のことを指す。ある計画？日本が世界を相手に戦争してた頃のものだ。おそらく軍事機密に関わる何かしらの計画なのだと思う。その頃まだ陽明連合会は存在していない。つまり岩見造船と先代の西洋会とで何かの取引があったっていうことか。そういうことになる。そして私が初めて尾道の秘密の存在を知ったのは1985年、
父は死ぬ直前、それがクルスのアキレス腱となる代物だと話していたが、具体的な内容までは明かさなかった。ただ父の死後、私の手元にはその秘密を解く鍵となるものだけが残された。鍵となるもの？何なんだそれ。尾道のある場所を示す暗号らしい。あいにくあれから30年経った今も、私にはそれを解読できていない。30年前か。俺が東条会に入った頃の話だな。この日本という国が空前絶後の好景気に沸き、表社会も裏社会もこの世の春を謳歌していた時代だ。その頃には岩見平蔵もクルス・タケルというもう一つの顔を持ち、岩見造船会長という表の顔、陽明連合会会長という裏の顔、二つの顔を使い分けることでフィクサーとしての地位を確立していた。確か陽明連合会が急速に力を持ったのは戦後すぐのことだ。もしかするとその尾道の秘密ってやつが原因でクルスは裏社会に足を踏み入れたってことか。クルスがなぜ裏社会に足を踏み入れたのかは私にはわからない。だが岩見造船という大企業の会長が極道組織の会長であるという事実を知る人間はほとんどいない。私はその事実と父から聞いた尾道の秘密の存在をちらつかせ、とある裏取引をクルスに持ちかけたのだ。それが兵配図の密航、そして架空の戸籍を与えるヒューマンロンダリングだな。まあそうだ。中国という国家に存在を認められない兵配図の子供たち、戸籍がなく教育もなく、ただ裏社会での将来だけが約束された存在だから、彼らは日本人に生まれ変わるために我々から莫大な借金を背負わされることも厭わなかった。密入国のお代は子供たちの出世払いってことかよ。我々は慈善家ではないが、本気で同胞の子供たちを救ってやりたいという気持ちも持っていた。兵配図たちの身になってみれば、私たちだけが唯一の救い主だったはずだ。分かったよ。で、そこにクルスがどう絡んでくる？造船業という密入国に最適な密航ルートを持ち、その上日本の国家権力を裏から意のままに操れる人間クルス・タケルは、私のヒューマン・ロンダリング計画にとって必要不可欠な人間だった。クルスは密入国に手を貸し、兵配図に架空の日本人の戸籍を与えた。かなりのリスクがあったはずだ。それだけ尾道の秘密を守ることがクルスにとっては重要だったということだろう。だがとにかく私の思惑通りに取引は成立した。以来私は中国本土で最王会に日本不可侵の命令を出し、クルスとの無駄な接触を避けるようにした。私が尾道の秘密の核心を知らないと気づかせるわけにはいかないのでな。じゃあどうして今になってあんたらは日本にやってきた？1年前のアジア街の大火事、あれは東条会があんたらを引き込むために起こしたんだろう。知らないとは言わせねえぞ。全てはクルス・タケルの息子岩見恒夫が仕組んだことだ。あの男は密かに私の息子ジミー・ローと手を結び、東条会の菅井をも巻き込んで西洋会に日本進出を求めてきた。どうですか、いい眺めでしょう。
あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。ローさん、我々がここまでこぎつけたのはこのジミーのおかげです。あなたはいい後継者をお持ちだ。岩見社長、父は滅多なことでは私を褒めてはくれません。ですが今日は期待していいと思っています。老爹，现在燃烧的那区域是亚细亚街，从今天起就是祭望会的领地了。儿子，你也太放肆了吧。啥？我什么时候说过我要进出神室厅的？我只有说过不准接近库鲁斯在的日本，也把理由告诉你了。どうかしましたか？这次的事全部给我撤回。站起来，我们走。岩見社長、お父上によろしくお伝えください。私たちはそろそろ失礼します。お待ちください。総帥、何か？この件についてはジミーと私とで進めてきました。父のクルスは一切関知していません。それともう一つ。您无法拒绝这个要求。あなたも人が悪い。中国語が堪能とは知らなかった。だが私にこの話を断れないというのはどういう理由でだ。尾道の秘密ですよ。あなたはあの秘密の核心を知らないですよね。ご子息と先日食事をさせていただいた時です。酔った彼はご機嫌でこう言ってましたよ。親父は知りもしない秘密でクルスを脅し、そのハッタリがバレることにビビっていると何度も何度もね。お前、酒で口が軽くなる人間というのは非常に扱いやすい。クルスには知られてない。大丈夫だ。西洋会がなぜ日本を不可侵などと言っているのか、それはあなたが秘密の核心を知らないとクルス・タケルに気づかせたくないからだ。そのためにはなるべく父との接触を避ける必要がある。ご安心ください。父には内緒にしておきます。もし父がこのことを知れば尾道から入り込んだ兵配達たちは始末されることでしょう。そうなっては大変だ。お前はなぜ我々をカムロ町に引き込もうとする？目的は何だ？カムロ町東上海再生計画。カムロ町東上海再生計画。常雄の目的は
菅井と染谷を使って東条会を乗っ取り、ゆくゆくは神室町の利権を全てその手に入れるというものだった。斎王会はそれを実現するための駒にしか過ぎなかった。だがあんたはそれを飲むしかなかった。ああ、あんたは自分がやったヒューマンロンダリングがあだになって人質を取られた形になったってわけか。あとは桐生さん、あなたも知っての通りだ。岩見恒夫は我々斎王会や菅井に神室町の抗争を演じさせ、まず東条会の六代目を警察に逮捕させた。そして自分の言いなりになる菅井に東条会の実権を握らせると、今度は用済みとなった私の命を狙った。おそらく恒夫はアジア街に我々を招いた時からそのつもりでいたのだろう。だがその時身代わりに殺されたのがあんたの息子ジミー・ローカー。一方でクルスからしても恒夫の暴走は悪夢だったはずだ。私が息子を殺された報復に尾道の秘密を暴露すると恐れることになった。だからクルスは広瀬を使いによこし、まずは私に日本からの撤退を迫った。ユータを斎王会の後継者に差し出すことでな。あんたが一人でそう言ってるだけだ。おやつさんがそんなこと、俺は信じねえぞ。クルスや広瀬にとって尾道の秘密というのはもはや呪縛だ。だから広瀬はユータを私への刺客に仕立て上げた。彼らはもう私の口を塞ぐのに手段を選ばない。黙れって。キリュウさん、あなたも広瀬を疑うことはできないか。広瀬の親分は長いこと遥かをかくまってくれた恩人だ。あの人がいなけりゃ遥かも春とも今頃どうなってたかわからねえ。俺もユータと同じ気持ちだ。広瀬の親分を信じたい。このビルに屋上があったな。あ、ここから先は桐生さん、あなたと二人で話したい。屋上で待っている。